よいしょ。大丈夫かな。録画再開。まあ、ファイルの容量もえぐいことになってくるやろうからね。5時間も撮ってたら。よし、行こう。OK。治った。治ってないかもしれない。今ちょっとワープしたな。配信しつつ録画もしつつやから、ちょっと負荷がかかってるみたいね。縦はいらん。ではいらんのじゃ。これはもう毎回やることやから、これ。お金のために。ない、今の。ボグワー言うた、今。何の音？怖い。うわー、びっくりした。はぁ、怖っ。追いかけてきてた。よし。はぁ、怖いわー。あんなことする？肉いらーん。あれ、あ、よかった。契約書持ってるわ。忘れたかと思った。さっさと行こう。もう道は分かっとる。あ、道分かってても敵がおるんやった。ほら来いや。ポト。うおー、ちょっと待って、ちょっと待ってよ。なんでこっちからも来てんの。うわー、止まってる画面が。やばい。やばいやばい。うわー。画面のカクカクはやばい。このゲームにおいて。一瞬動きがわからんようになるのが命取りや。ああ、よいしょ。おい、何してんねん。騎士さんよ。炎の水。一応キノコ出すか。どうでもいいけどな、焼きキノコなんか。生肉持ってるやん。肉焼くべきやった。しかも腐りかけの。間違えた。いや、私毒大丈夫なんで、もうこっちから行きますね。いやー、狩人はキノコ狩りしやすいな。
屋もいいですね。めっちゃ怖いし、こことか。あ、宝箱ある。回復薬毒を気にせえへんってどういうことなんやろな。生まれとかの問題じゃないよな。よしよし。あ、こんなとこにも宝箱ある。お、あ、折れてる。もう折れた剣ってなんやねん。修理できるんかな。多分そういうことやろな。どこに向かってんねや、これは。あ、ここか。ここやな。こっちか、それとも。どっちでもええわ。一旦帰ってまた来よう。よいしょ。キノコは持って帰るよ。お金になるからね。よーし。あいつら、ほら、ちょっとからかってやるか。よし。バチバチに画面止まったわ。怖っ。やばいやばい。早く森エリアぐらいはクリアしてしまいたいな。もうこの辺の毒キノコ食えや、ほんじゃ。もう腹減ったんやったら毒キノコ食おう。ああ毒キノコ美味しいですああ美味しいですたくましいな。よし、来いや来いや来いや。上から今度かい。くそ、キノコがいらんかな。生キノコいらんな。キノコを取って生計を立てるゲームやな今んとこよし帰ろ。ここの敵のオールスターぶりがすごい。どういうきっかけでレベルアップした今なんなん、オイルまみれになって、なんか何腐った肉いらん。なんかそれも今となってはいい経験でしたみたいな。ちょっと自分の知らなかった世界見えました。経験値アップ状態とか言われたら、やらざるを得んよな。お前らすげえな、やめろや。やめろや、マジで。もう。うらぁ。うらぁ。どっち向いてんねん。ある程度。ほんのちょっとぐらいをホーミングしてくれたら嬉しい。ロックオンしてなくても。だってロックオンした時、ロックオンするとも、う一方の敵に対応できへん。切り替えはさっさってできるんやけどな。ちょっとそういう問題じゃないよな。
そうそう、攻撃中ちょっとだけなら方向も変わるみたいね。よし、でもちょっとだけやねんな。ガッと向いてほしいけどそれは無理みたい。よし帰ろう。他のキャラのアイテムを取りたいとき、わざわざこいつに話しかけてあの棺桶の画面まで行ってキャラ選んでっていう手順踏むのがちょっと面倒かな。直接他のキャラの持ち物欄とか行けたらいいんやけどな、倉庫で。いや、森見に行きたい、森見に行きたいわ。よし、防具が壊れそうとか言うとったな。服か、まあええか、我慢しろや服ぐらい。よし、いやそんな使わんからな。一束で10、アイテム欄一つ使って15本しか矢が持てへんのはきついな。ここでいじれたりするんかな。あ、もう全然関係ないわ起きなあかんな。だそれこそ狩人ならヤタバの所持数が増えるとか言ってくれたらだいぶいいかもな。キャラ特性として。完熟バナナはさらに熟すとさらに美味しくならずに腐る。うん、でしょうね。魔法攻撃15、炎は15、魔法攻撃30、強い強い、しまっとこう。物理攻撃アップ、バナナは高く売れますか。40円、大したことないな。うちで栽培しているキノコの方が高いね。
よし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 。いやー、いいですよ、とても。ん？預けたよね、今。あ。よし。騎士で行くわ。犬に話しかけるとティップスが出てくるんやな。よっしゃ行こう。あ、でも狩人の方がええかもしれんな。やっぱ気が楽やな。まあええか。とりあえずキノコはな、腹減るからな。お？いや、いいですね。うん、歩いてるだけで経験値入るかな、ここは。生肉拾って、毒消しも手に入るし、いいことばっかりや。ほんまこのようわからん白い玉さんにはお世話になっております。ちゃこら、よし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 。例えば魂ないか。あれどっち住むんやったっけ。よいしょ。この森でどっちやったっけな。まあでも毒になりたくないからぐるっと回ればいいか。怖いよ。こっちじゃないのよな。あのお宝部屋でも気になるな。いや、ええか。バキューンってお前バキューンはないやろ。猛毒や。ほう。あ、どこや。紫になってる。怖い怖い怖い。合ってるかな。あ、来た。よしよしよし。おっしゃー、蹴りで。よっしゃー、やっとやな。怖い。新しいところ怖い。セーブ中。深淵の淵。ゴリゴリに怖い。あ、坂本。坂本やないか。黒い光彩。よし、もやがかかってるところは処理があれやな。カクカクするな。岡田。
うらよし緊張感あるわ。うわいっぱいおる。どの道が正しいんかわからんけど、やっぱ上がってった方がええんかな。怖いね、怖い。立て構えながら行こう。あ、こいつ気づいてないぞ。あ、アホやこいつ。おら。よし、いけるいける。ガクガクしてる。ただ画面が、それだけが心配。ほっ、こう。よしよしよし、いった。ほらもう今、もう今のパキュンパキュンももうほぼ見えてないし、俺の画面で。くっそだ。いや、ま、いや、汚い。おら、ほら、あ、スタミナがない。ジャンプの時点でスタミナ使ってるから剣が振られん。ああ、こんなやつ相手になんで苦労せなあかんね。大丈夫かな。作動、仕掛けが動き出したようだ。あんなとこの、くそー、まだまだ大丈夫やろ。まだ薬飲まんでも。帰りのショートカット、うわびっくりした帰りのショートカットみたいなのが欲しい。おー、弓は欲しかったです。嬉しい。装備。これはいいぞ。大丈夫か。あいつ攻撃できるってことでしょ、こっから。捕獲する魔物の目、我が妻、なんちゃお前。うわぁ、お腹減ってきた。うわ、全然当てられへん。一発目以外は剣の方がすごい戦いやすかった。腹減ってる。肉やな、肉食おう。あ、骨が手に入るんや。肉食ったら。なるほど、骨付き肉か。だからって別に装備せんでもええんやで。よし、弾撃ってくるやつじゃなくて捕獲したがるやつやったら一発撃てば近寄ってくるから、そこをしばけばええみたい。よし、大丈夫大丈夫、俺強くなってるから大丈夫よ。生肉宝箱に入れる、はあ、よしよし。お、作動。よし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 、何が動いてんのやろ。なんかいろいろ動いてるな。画面がガクガクや。うわあ、犬。来た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 、怖い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 。あ、でもあんまり怖くない。
あんまり怖くない。よしよし、フレームレートの落ち方が気になるだけ。なやこれ、え、これ何、え、何これ、え、おお、おお、殴ったらビヨーンってなる。わかりにくい。いてっ、くっそ、くっそ、自分でちゃんと空中制御せなあかん。ちょっと待って、そんなもんに剣使いたくないわ。振りが遅い。ほんで、いや、やりにくい。やっぱ剣や。もうちょっと、あ、落下中だけ操作できてるんやな、これ。よし、まあ、前押しっぱなしでいいみたい。何よ、はあ。で、さらにあの上のやつが動くんかな。くっそくっそ、先はよく確認しよう、ワトスン。いや、犬いっぱいおる。犬もいっぱいおるし、あー、きつい。きついきついきつい。下ろされた骨帰っていきよるし、ほんで。よしよしよし。俺のスーパーゴリ押しスラッシュでなんとかする。ここは。そのビヨンビヨンええねん、ビヨンビヨンせんで。なんやこれ、見えん。見えん。くっそ。なんや、どこまで連れて行くつもりや。なんやねん。障害物に弱いな、こいつら。くそー。ちょっと待ってよ。画面がガクガクすぎてやばい。降ろされた。降ろされて。うわ、名前ついてない、こいつ。そんなやつおる。ふぅ、宝箱ある。腐った肉。な、ミミックとかがないのがまだ助かるわ。そんなんされたら俺泣いてしまうわ。あ、看板や。はい。この木に水を与えると何か動く。他の木とは違う。はぁ。はい。空き瓶持ってたかな。2個か。2個じゃ足りひんやろな。こっちは行ったな。あっちか。よし。うわっ、弾を撃つ魔物の目や。ぬ、こうへんのかい。弾撃つんちゃうんかい。よし。ちゃうわ。弾撃つにしても結構近づかなあかんだよな。あんまり視力が良くない。よし、いいよいいよ、いい感じよ。死にそうな感じは全然ない。
広い。先上行こうかな。怖いわ。うわー、びっくりした。びっくりした。そんなすぐ腹減るんか。だから骨は装備せんでええ、骨は装備せんでええ。魔界クラゲ玉木。よいしょよいしょ。この坂までは来れへんらしい。クラゲは、クラゲは坂を降りられない。知能がないから。ちょっと待って、なんかへんな色に光ってなかった今このクラゲ。大丈夫か。クラゲに椅子いる？何ここ。あ、お邪魔します。クラゲが丘の上に家建てる？革の鎧、まあ持ってるけど嬉しいな、価値が高いからな。なんやこれ。まあ、革の鎧は嬉しいけど、それだけか。クラゲが山頂へのルート2つ確保する？クラゲのくせに。あ、ああ敵や。あ、アホや。あ、傷ついた。アホって言われて。よし、登れるんかな、こんなとこ。なんか登れそうやけどな、無理やねんな。よし。いやもう敵があんまり怖くないから今いいぞ。ただただでも、何かがずっと怖いけど、ここでもし死んだらっていう。おお、坂降りれるクラゲやった。降りれるクラゲもおるんや。浮遊する魔物の目。撃ったら来るやろ。戻るんかい。そらウィークやろうな。うい、お、矢がなくなったの。あるでしょまだ。ほい、ほい、来てる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 、クラゲ来てる。はあ、怖い。
ああもうこういう一方的に攻撃できる状況大好き。よっ。よいしょ。慣れてきてるよね。明らかに今俺がこの山で一番強い。出たな、弾を撃つやつ。こっち来いよ、来いよ。うわーやばい、この状況やばい。ちょっと待って、ちょっと待って、武器の切り替えが遅いね。うらぁ、よし、来てる来てる来てるよ、すごい来てるよ。毒の沼地で同じものがあったはずだ。どこかにスイッチがあれば。いや、スイッチを動かしたやろ俺。だから動いてるやな。よし。よしよしよし。なんや、くっそー。あんなに一方的に撃たれたら嫌や。やばい、矢が足りんぞ。当たる？当たってる。ちょっと本数が微妙やな。いやなんかもう吹っ飛ばしたせいで射程外になってもたし。盾構えていくか。よっ、ああ怖い。これはどっち？これはどっちよ。向こう届くか？届きそうやけど怖い。ちょっと待って、ちょっと待って、あっち、よいしょ。来い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 。痛い、それは仕方ない。腹は我慢しろ。あ、この位置におったら敵の攻撃当たらん。アホやあいつ。食い物なくなってきた。え？あ、スイッチあるわ。来た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 。うらぁ。よし、来い。よし。知らんもん、多少。多少の、被弾は知らん。ベイカーはなんでそこまで頑張ってんのやろ。すごいな。あはー、こん、いけるかな。いけるかな。なんで攻撃やめたの？なんなん？なんなん？なんなん？やってええの？うわ、くそ！俺もアホやった。いった！ふぅ。え？矢じゃない、骨や。さっきあいつが落としたのは。よいしょ。届くよな、届くよな。よっ！お前は矢を落とせ。うん、え、マジで？これマジで？
でもノロノロしてたら、ノロノロしてたら、ノロノロしてたらお腹が減る。まあ、下から上に上がってくる時の方がええよな、落下ダメージのことを考えると。今、ああ何今の動き、もう今、ああなんかもうガタガタしてる今、ああああ怖い、ああ怖い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 、絶対一発で、絶対一発で済ます。はっ、痛い。いや大丈夫大丈夫、それぐらい大丈夫、それぐらい大丈夫。今、おーしよしよし、うまいうまい、上下に移動する床をジャンプして移動するの馬を、うわめっちゃクラゲおる。しゃこらー、移動床がなんぼのもんじゃい。しゃあ、よしよし、大丈夫大丈夫。あー今のはもう怖かった、ようやった、よう頑張った。もう腹は我慢しろって、もうクラゲ食えって、すすれクラゲを。いやくそ、やばいやばい、マジでちょっとマジで吐き出す方向だけ、吐き出す方向だけちゃんとして。谷底に吐かれたら俺ほんまもう放送終わるとこやった。待って、腐った肉って、腐った肉ってどうなる？体調が悪くなるので注意。構わん。SP と満腹とか回復しにくくなった。食あたり。まあ、まあもう、おお、なんか、鉄のブーメラン、マジか、マジか、ブーメロンや、ブーメロン。うわ、腐った肉食うてもたから骨になってる。だからいらんちゅうね骨は。はあ、なにこれ、装備するする、おう。おう。ふわふわうるさいな、あの足場。これ何？あ、木の実か。木の実いるいる。満腹と回復しにくくなってたんやった。食あたりを直すのは、これやな。飲むと体が燃える。いやもうだから、体燃えたらあかんやん。なあ、どうしよう。いや、飲むか。飲もう。体燃えるけど。うん。よくわからん。もう何がいいんかわからん。ああうわあ、ちょっと待ってよ、何今の、箸が落ちたんか。ちょっと待って、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 ました、ました。ちょっと待てよ。落下ダメージやけど、さすがに即死はさせんかったってことか。やばいやばい、死ぬ。体燃えてんのに。落ち着いて。よし。よし。よし。落ち着け、落ち着け。赤道の剣。時間との戦いになってきたな。差分表示。
そこまで良くなってるわけじゃないけど、まあまあ箸が落ちるんやな。そんなこと、こいや、うら、いや、やばい、やばい、うそ、そうそう、あー怖い、あー怖い、やばい、やばい、やばい、ま、ま、マジでちょっと、ほんま、ちょっと、くっそひどいよ、ひどい、そんな鬼か、くそが、くそが、ああマジか、ちょっと待って、どうしよう、落ちても大丈夫な魔人な、行ってみるか。くっそよ、鎧いっぱい着てて重いからさ、そんな簡単には持ち上げられへんとかにしてくれよ。穴に落ちてもダメージを受けぬって言ってるけどさ、穴に落ちてもなだけで落下ダメージはあるんちゃうんか。大丈夫かな。ただちょっと待ってね。タイトルに戻りたい。画質下げよう。ちょっと。動きのガクガクがちょっと耐えられんようになってきた。ファステスト、これにしたら大丈夫やろ。下げすぎたかなそこまで下げんでもよかったかな。うわ、もう伝説の魔人めっちゃええ、滑らかなパンチ打つやん。なんか見た目しょぼくなりましたね、お兄さん。さあどうしよっかな。杖は預けといたから。まあ両方出しとこう。旅人のフード、盾も持っといて、 MP 回復する薬も持っといた方がええかな。食い物がな、食い物に困るとはな、意外と。あー、あと水かけるとこもあったな。回復薬もちろんでしょ。これで所持品はまだまだいけるな。いやいや、氷を持っていったらいい。よし、
CP 出して。フード装備 C の服も買いの持ってたっけこれ持ってるな。魔法薬、まあ、よう分からんけど1個持っとくか。10ポイントもある。でも正直な話、あの思いっきり走ってくるスケルトンに相性悪すぎると思うねんけどな、魔法使い。栄翔速度上げるしかないか。体力もやっぱいるよな。400はいる。逃げても結局攻撃のチャンスが来へんのちゃうかな。スタミナかな。通常攻撃はスタミナか。栄翔速度か。これでいってみるか。どっちやこれ。こっちか。こっちが雷の杖な。おお、スリーウェイかいな。これはどうやったら回復するんや、MP は。ステータス。現在 MP とかないんか。え、嘘？回復せえへんの？え？うん？え？アイテム使うしかない。いやいや、そんな。え、じゃあもうこれ使い切った。MP 使い切ったらどうなの？ MP が殴ることもでけへん。え、マジで？じゃあ結局剣買わなあかんってこと？そうか、若者の冒険者はレベルアップしてたから回復しただけで。きつないきつくないか。まあ剣買うわ。じゃあいやーきついぞ。力が最悪最悪。ステータスするの後にしといたらよかった。
いいよ、木の棒を持っていくよ。じゃあ。あかん。預けとこう。金預けとこう。もしかしたら、試練受けたらなんかわかるんかもな。記憶の墓。行ってみよう。魔石とは魔力が込められた石。剣や杖にセットすることで様々な効果が得られる。ん？おう、ええもんくれたよ。炎に弱いスカル。まあまあ強いやんけ。属性を付与できるってことな。火事代がないねん。火事代が。炎に弱い。202ね。84。あ、吹っ飛ばした。まあ、こいつは炎に弱いって言うてるからな。炎の方が効くわな。敵を全て倒した。おお！勝ったんやけど、今俺。やめろや、そんなことすんの。なんやねん。やめてくれよ。ええもん、どんどんくれるやん。炎の魔法で全ての敵を倒そう。魔法薬。わあ、マジで MP はそれでしか回復できへんのか。きついなあ。まあ使えるけどなあ。確かに遠距離の敵こんな風に攻撃できたらそりゃええけども。ええけども。そこに火つけたらなんかあるんかな。ないか。なんじゃい。あれつけたらええんかな。火つけてみようか。無理や。精密射撃みたいなのがない。意外と当たるかも。惜しい。当てたいな。どんだけ微妙やねこれ。くそ。ほっ。しゃあ、もう一個あれに火ついたらさ、奥の扉開くかもしれん。よっしゃ、ほら！
苦労して手に入れた杖がこんな簡単に手に入った。いやでもきついねこれ。 MP 使い切りやったら薬ガブ飲みせなあかんってことやな。何回も今の試練行ったら何回も薬もらえるかな。あとまあ一応経験値入ってるからね。ちょっとレベル上げたい。レベル上げて力に振りたい。タイムアタックスタート。宝箱も開いてるやん。もらえへんわこりゃ。なんもないわ。あ、ここ開いてる。あ、魔法の薬はもらえる。こっちゃな。あ、タイムアタック終わる。タイムオーバー。タイムオーバーって言われても。あ、でもレベル上がるよこれ。これでレベル上がるよ。おれ経験値アップ状態今やん。これを周回や。これを周回するんや。でも一回寝な。スタミナも減ってるね。スタミナも減ってるからいつまでも連発でけへん。あれ経験値アップ状態終わったんやけど。なん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 。全てがなくなってしまうの。よしよしよし。あ、ここで走ったらあかんわ。あ、違う違う、これは開けない。くそー。間に合うかな。あと3秒、あと2秒、あと1秒。無理かい。無理かい。惜しいな。箱開けんかったらいけるかも。ほんでこの剣何？力1か。あ、じゃあいけるやん。装備できるわ。くっそ大変なゲームやな。じゃあ力1。これで剣が装備できると。寝て。いやでもこのじわ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 前進してる感じたまらん人はたまらんでな。これはいらん。よし。おお、いらん。ほんでいらん。行くか。くそー。何が伝説の魔人じゃ。
自動回復ぐらいしろよ。大事。あ、水くまなな。そういえば、水を汲むためには盾装備してない。痛い。弱い。とにかく弱い。攻撃力がやばいやばいやばい。死ぬ。マジかこれ、もう。ちょっと帰ろう。体力、体力ない。ああ、でも、これさ。こうやってさ、こうやってさ、こうやってさ、楽々経験値稼いどったらええんちゃうんか。お、避けんなよ。敵倒しまくったら帰ったらええんちゃうんか。おい、お腹の減りにくいやつとかも結構便利そうやな。カウンター、そう考えるとな。ほらほら、この経験値アップ状態、これを、これを生かしてさ、倒していけば怖くない。どうせ燃焼で死なんかこいつ。よしよしよし。でもこれ進めるようになるかな、これを繰り返してて。ホーミングしろよ、ある程度。ある程度。もうあかんわ。あ、失敗した。強い、さすがに、さすがに強い。それはわかる、それはわかるよ。魔力回復がなんかあったらな。めっちゃ水くんだった。むしろ気づかれてからじゃないと攻撃当てられんな、これ。そんなことなかった。看板燃えた。そうか、まだ経験値アップしてんのか。なるべく敵倒すか。大丈夫かな、怖いな。毒になったらやばいよな。うわぁ。関係ない横の二人に当たった。すげえ。いや強いな、魔法強いな。ただただな、有限やねんな。
あるんやろうな、 MP 回復するなんかアクセサリーとかも時期に出てくるんやろうな。欲しいな。くれませんかね、特別に。いやー気持ちいいな。経験値稼ぎするにはいいね。すぐ腹減るなマジでこいつら。イカ水な。こいつであそこまで行けるかな。行けるかな。体力なさすぎるな。やっぱり体力はないよな。涙にするかな。はいはい。こんなに水いらんと思うけどな。まあ食い物多めに持っていって、これでいってみようか。預けて鎧着た方がいいかな。革の鎧にした方がいいかな。ああ、そうか。力、ああ、力が3いる。そうか。装備のスロットに石をはめることで、ブーストはできるけど、それ用の舵台がない。よし行こう。これまで以上にもう相手の攻撃食らえへん。立ち回りが要求される。空腹もあるからな。さっさと行こう。一応まあまあ空腹対策のキノコは拾っといて。よし。お、防具。手袋。いいですよ。手袋いいですよ。多分持ってない。よし。旅人の服とか装備してなかった。危な。その、適度に魔法とかほんま使いつつ進みたいんやけど、装備の切り替えが遅いんよな。素手を経由してしまうし、しかも。よし。うまく戦うわ。よし。
もうアイテムいっぱいか。もう 82% とか言ってるもんな。燃費の悪いやっちゃな。どこ行ったんやこれ。意外とすぐかな。あ、なやこれ。あれ、骨がおらへん。あ、おった。行ってください。よし。よし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 。重いから腹が減るのが早いっていう説あるかもな。オッケーオッケーオッケー。とりあえずアイテムが拾われへんからさっさとあの木に水やりたいな。よし行こう。これは大丈夫。これは普通に勝てる。よし。ああ、このエリアのガクガクやばいな。ボロボロの盾やな。やこれ、いらん。注ぐ。一回です。えらい伸びたな。注ぐ。注ぐ。めっちゃ怖いやん。ん？スポンって言ったぞ。持っててもしゃあないからな。注いでしまおう。またアイテム出てんのか。あれ毒の実じゃないの、紫のは。弓持ってないしな。知ってた結末やったな。こんなもの。どこ行ったらええんや。もう道中が険しすぎて、もう道中が険しすぎて、どうやって進んだか覚えてないわ。あ、落ちた。ここも節約していこう。なんて当たってないの。よし。さて、あ、で、こっち上がったんやったっけ。こっち上がったんやな。こっち上がって、ガクガクや、ほんま、このエリア。
で、こっち行ったんや。あ、川の鎧あるかも。力は足りひんけど。拾っとくに越したことないよな。こいつらマジで。なんやこのエリア。これやばいな。配信も録画もしなかったら快適にできるとは思うけど。よし、矢か、魔封じの矢。燃えながら、クラゲが燃えながら突進してきた。怖い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 。こういう寄り道が結局さ、腹減ってんのよな、この間に。キノコ、キノコ。だからやっぱさっさと行く方がいいな。どっちだったっけ、どっちだったっけ。あ、違う、こっちな。行くぞー。大飛んでんのあいつかな。腹立つわ。わ、骨もおる。ちょっとマジでこの感覚やばい。あ、いた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 。あぶな。一発食らうだけで大変や。危ねえ。よし。ふう、怖い怖い。いけるいける、落ち着いていこう。こいつは魔法でいこう。めっちゃ落ちてった。今のうちにこいつ倒そう。ああ、作動してない。帰ってきた。作動し直しか。うい、燃えろ燃えろ。くっそ、あと一撃やったらもう魔法使いたくない。いって、なんて貫通すんねん手すりを。アークさん。なんかあったらもう全部言うで。どっから撃ってきてた今。あんなとこからか。くっそ届かん。これじゃあジャンプしても大丈夫ってことかな。来てる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 こと分かってる。危ない、もう。くそ、もう飲まんとあかんか。きついな。
使えばええか。よいしょ。腐った肉が落ちとるが、どうしようかな。一応拾うか。ちゃうわ、回復薬や、やった。スケルトンが腐った肉を落とすはずないよな。こちら倒していこう。おい、憂いを立つ。あー、そこに魂あるわ。あいつや、あいつが、あー、びっくりした。あいつが俺を落としたんや。俺っていうか騎士よ。クソが、こいや。なんでそっち向いてんねん。ああ、よし。機械作動させなあかんのやな。結局同じとこぐるんぐるん回りそう。こいつは魔法を使ってから近寄ってきたところを、よしよしよし、オッケーオッケー、大丈夫大丈夫、怖くないよ、怖くない怖くない、ほら来い、ほらほら来いや。ここからも行けるってことか。ショートカットになってんのか。これは作動さしてることになってんねや。いまいちわからんな。犬とか。いやー、ええわ。あんな犬どうでもええ。よし。ダメージ食らう危険があると思った。いやいや。伝説の魔人なら落ちても大丈夫なんでしょ。そう聞いてますよ。早く足場早く。いや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 、279って出たんやけど、あれ やっぱ谷底に落ちた時だけの話。どういうことそれ、どういうことよ。アークさん、しかもここでちょっと時間稼がなあかんな。待たなあかん。今、あっ、よし、 OK。うわ、こっちか。はあ、いや、マジで怖いこれ。でも慣れたもん。よっしゃ。やばいやばいやばい、もうやばい、やばい、マジでやばい。よし、燃えてくれ。うわあ、おお、なるほど、氷の実のおかげでアイテムは燃えない。ああ、でも、氷の実が消えたんか。危な。落ちてるやつ、
当たるだけでも分かんねえな。ここは出おきのここを、雷の杖行ってみようか。どうや、いまいち。痛い。なんで複数ヒットすんねお前ら。ちょっと待って、きつい、怖い。普通の火の方が使いやすいわ。結局威力がいまいち。複数に当たったって。こりゃいかんですよ。あんな遠いとこから。くっそ、鬱陶しい。おい。木の実食いたい。よし。鉄のブーメラン。これはいいよ。これは多分いいよ。木の陰に隠れて、木の実食おう。生肉食うか。よし。装備どうしよっかな。炎の杖、銅の杖。木の棒はいらん。いや、お前絶対泣かす。間違えた。あ、消えた。杖の種類間違えた。 MP 消費 MP がでかいと思う今の。これ壊れるんよな。不満とこかな。コンビか。よし。おお、カーリフドの服。矢の飛距離アップ。まあ、魔導士が来てもいいでしょ。よし。帰ってきたぞ。襲いかかる骨。今の落ちてもダメージ受けないはずですけどね。ただもう信用してない。俺はもう信用してない。ここも落ちるになるぞ。分かってるよ。なんやねんあれ。あれなんやねん。上から来てスイッチ押せってことか。この足場が回ってないから。くっそー。届くかこれ。あ、危ねえ。怖い。結局スイッチ押してきとかんとあかんのな。怖い。まあですよ。
ええ感じ、ええ感じ。よっ。さすが伝説の、さすが伝説の魔人。ただめっちゃ情けない声出しとったけど。ああ言うとったけど。怖いのは怖いんやね。ちょっと俺またこれを、また降りなあかんのか。これ大丈夫かな。よっ。なんか魔力の実、ようわからんの落としたな。来いよ。崖に落として、崖に落として、崖に落として。え、なにここ?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 え?これって。なんか、なんか、倉庫がある。なにここ?なんか、倉庫あるよ。あの木の上やったらワンチャン。アークさん?一撃死ってことですよね、要するに。要するに、あいつに攻撃食らったら一撃死ってことですよね。どう思います?何これ?調べる。死亡履歴。戦士、戦士で始め、戦士で始め、弓を入れ、矢を入れ、矢を入れ、契約書を入れ、CP を入れ、で騎士で行こう。マジか。あんなそんな一撃死させられまくりって許されるんか。弓矢。さあどうするかな。持っとるやないか。
弓持っとったんやないか。毒消し。瓶いらん、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 骨いらん、骨いらん。ガード性能は火事代がないからいらん。なんかどこの剣でいいような気するな、この能力見てたら。スロットが多いからこれええわ、しまう。どうしよう。で、これ枠まだいっぱい残ってるな。よし、石をはめに行ってみようって何の話。落下しきついな。ああ、そういうこと。いやでも今死んでる理由ってもう別に装備の性能とかじゃないからね。ひどいことをされているだけひどいことをされて死んでいるだけやから。回復薬集めよう。まあでもこうやってキャラをコロコロ変えている間にも経験値が溜まっていってるから、どうしよっかな。まあスタミナかな。魔法の栄翔速度なんかどうでもいいもんな。ブリブリに体力上げたくないけど強くはなってきてるよ。攻撃力に不満はないし、体力も十分あると思う。落下させられたら死ぬけど。ちなみに、Steam でのレビューを見てたところ、1ステージクリアするのに20時間ぐらいかかったっていう。
のがありましたんで、妥当なのかもね。だから今日11ステージクリアとかはもう無理なんじゃないかな。お？よし。あ。ちなみにですけども、もうこのゲーム、完全クリア目指してやってるわけではないので最初に言うのを忘れてましたけども、よし、おら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 、弓男の石ゲット。ふう。よいしょ。盾いらんのよな。他のとこにも回復薬なかったっけな。ボーナスステージ感あるわ。あ、ここも回復薬か。よし。こっちって何やったっけ。別に大したことなかったな。宝箱ってもう一個なかったっけ。なかったか。あ、よしよしよし。この箱なんや。始まりの剣ここにあったんか。よし。オッケーオッケーオッケー。帰ろう。どこやったっけ。帰るの。どこやったっけ。こっちこっちこっち。スタミナやな。スタミナが欲しいな。これ製品版ではどうなるんやったっけな。このアーリーアクセス版では2ステージまでしかないんやったかな。なんか他いろんな要素が追加されるっていうことらしいけど、よし、もう一回行こう。薬はなんぼでもいるわ。あの次の鍵ぐらいは開けたいな。そこまでは行きたい。よし。
できれば矢を落とせ。めっちゃ魂落とすやん、さっきから。どうしたん？もう嫌になってるやん。弓男としてやっていくのが。よし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 。よっしゃ、オッケー。なんかあれやね、思ったけど、レベルが上がっていっても次のレベルアップはどんどんしんどくなっていく感じじゃないんやな。どんどんレベルが上がりにくくなるんやったら若者の旨味がないもんな。よし、そうですね、魂はだから弓尾くん。放った矢と奪った命の数が同じになるまで。そんなことはないやろ。そんなやつは売れへんやろ。赤道と読む、赤道と読んでたな。強そうやな。力が10人も必要なんや。なるほど。そう考えると、強攻撃は？うわ、殴ってる。絶対帰ってきてくれるんやな。あ、しかも投げてる間は素手で殴れる。ええやん。なあ、ブーメランと空手を組み合わせた全く新しい格闘技で、じゃあ、やっていけそうやな。これいいな。体力20、スタミナ5増える。こんなんはめたいな。始まりの次は予備や。よし、行くぞ。食い物。ちゃうわ、こうか。
焼ききのこ、焼ききのこ、焼き肉、塩漬け肉、きのこ、きのこ、回復薬たっぷり、弓矢、ブーメランもあるし、行こう。しゃあ、投げてみる。おお、おお、おお、帰りは？帰りはどうなん？絶対に強い。絶対に強いぞ。帰ってくるときに当たるかどうかが知りたいな。あと複数の敵にズバズバ当たるか。そうならありがたいんやけどな。おいや、食べる。何これ、魂の石あんま落とさんといてほしいな。捨てにくいから。あ、くそ。もうええ、この際仕方ない。それはうわく、ちょ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 、どうや、あ、画面が止まってる。くっそ、投げる方向がむずい。痛い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 、腹立つ。ちょっときついな。遅い、とにかく遅い。死ぬ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 。もうやめた方がいいな。解毒キノコ。結局もう戻りがどうかもよう分からへんし。遠距離で先制攻撃に使うぐらいやな。よいしょ。無理するとろくなことなさそうや。近
近くの敵狙ってる時でもめっちゃ遠くまで飛んでいくから、あーびっくりした、後が続かん。結局結構な時間素手で戦わなあかんことになるわ。それは嫌です。狩人の靴、何やねん急に狩人シリーズ充実させてきやがって。これは助かるなマジで。当たるとあかんか。最高やんこれ。よし、いいぞ。毒消し一本だけか。なるべく毒になりたくないな。壊れやすくなければ嬉しいよね。ほんでね、ほら、ほらほら、これこれ、いくく、ほら、やっぱ一発目だけやな。一発目当てて、あとはもう剣で戦った方がいい。よし、あーほらボケー、くそー。でもブーメランがあって助かる、助かるわ。またや、なんか知らんけど当たってない。おら、よしよしよし。しかもブーメラン投げてすぐに剣に持ち替えても大丈夫や。これはでかい。この先に進むには準備と覚悟が必要だ。間違いなくあれはここにある。進むか一度戻るか。ショートカットが開通してくれたらな、何かしらの。そしたら行く気にもなるけどな。そもそも開けられへんのちゃうか。やっぱり、どこに行ったんや。あ、うん、ショートカットっぽいな、ぽいよな。毒がな、これ遠くからこうやってキノコ除去していったらいいんじゃない。除去でけへんのよなどういうことやろな、これ。
ああ、プシューって言ってから毒が出てんのか。はあ。あ、光追いかけてない。なんやねあいつら、楽しそうやな。毒になりたくないから、毒になりたくないから、あれ追いかけられん。解毒系のやつが1個しかない。今やったらいけるか。いけるときいけへんときっていうのがもうほんまに目視で、この紫の霧を、うわあ、ぶねえ、あっぶねえ、穴やった、穴やったけど空中でジャンプできた。はあ、川の鎧好きやな、川の鎧。あぶねえ、どこや、こっちではないかな。よいしょ、あ、戻り当たってる、キノコには当たってる。あれ、ここって魔人が落ちた木じゃないかな、違うか。うわぁ、びっくりした。はぁ、怖っ。無言で走ってくのほんまやめてほしい。とか言うて来てくれた方がまだええわ。めっちゃ怖い。生肉食うか。骨はいらん。革の手袋、これは嬉しい。ちょうど手袋壊れそうだったからな。いやーでもいいよいいよ、順調順調やとは思う。あいつらほんま楽しそう。レッ、来た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 、パラシュート部隊来た。当たった。くれ。よっしゃ。くそ、いっぱいアイテム落としやがって。人がなかなか拾えへん時に限って。いらんやつ、何？いらんやつ。キノコ。うん、お、敵おる。いや、無視を。お？お？お？やばい。あ、強いやつやった。ああ。よいしょ。
話す男や。その前にこの、よいしょ。あかん、水中の敵にブーメラン当たらん。うえっ、くそが。オス、いいことを教えてやるぜ。魚は蹴れるぜ。読書台は好きに使っていいぜ。魚は蹴れるぜ。あ、本屋、本屋、やったやった、新しいアクションや。キノコ食おう。とりあえずキノコ食って、良い人生の転がり方きたー。ちょっと待って、ちょっと待って、うん。運ばれている魔物はあまり良い気分ではない。優しさが足りない。そうかそうか、転がり方を思う。転がりますお先生の書いた、ルテン六書や回転おじさんで知られる希代の名優、転がりマスオが人生を説いた思考の一冊。人は壁を前にした時どうすればよいのか。回転をテーマに転がりマスオがその反省を解き明かす。そんなええねん、もうガード中に A ボタンで。おお、なんか落ちてる。クソ、アイテムが持てんのじゃよ。読書ができる台があれば。ベイカーの時はなかったんやな、この台がな、かわいそうに。待って、どうしよう、どうしようどうしよう、アイテムがいっぱいや。フードのフード、あ、じゃ旅人のフードいらんかな。水もいらんかな。うん。これは何や、魚肉かな。困ったな、アイテムがいっぱいで。回復薬使ってしまうか、一個。ちょっともったいないけどな。魚を蹴ったから何やっちゅうんや。蹴ったら一撃死すんのか。よし、緊急回避はいいな。でも結局スタミナ使うからな、どう取るかやな、それを。くっそー、あと思ってたほど俊敏ではない。生肉なあ、もったいないな、 87% やもんな。魔法のキノコ、魔法のキノコ食うか。別に狩人のフードいいじゃないの。
よし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 。あ、おお。バカを言いなさいよ。こうか。は？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 こう？おお。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 いや、絶対これ踏んだらあかんやろ、これ。ほっ。はぁ？え？帰り、え？何？帰りのショートカットだけ？嘘？こっちからも行けるようになるんじゃないの？あ、でも、そうか。井戸に飛び降りて帰ってきたから。こっちから行けたところで出る方法がないわ。おー、帰りだけ。それやったらさっき言うて。あ、ボス部屋の前や。違うやん、ボス部屋の鍵手に入ってないから。おい、くそ、わからんな。まあやっぱりあの山エリアかな。特にかかりたくないのよな。あかんで、エドワは飽きよるのにな。ガラガラ。さあ行くか。食い物も減ってきてるからな。もう早く行ってしまおう。いや、でも、ほんま、ブーメランのおかげで、かなり楽になってると思う。ほい。威力もある。ああ。足場のスイッチどこや。落下ダメージが嫌やな。楽になってるんやけど、もっと下歩き回らんとあかんかったっけ。下にスイッチあったっけ。こっちは行ったな。帰りで当たってくれ。当たれ。後ろに下がれる状況なら強い。よし、後ろが崖やったら終わりやけど。腐った肉か。怖いわ。でもよしよし。あ、なんかニヒッとしてる。よっしゃ、魔人が死んだところや。ここは、ここ今度こそ魔人が死んだところや。生肉食おう。骨はいらんちゅうん。何を得意げに装備しとんねん、こんな骨を。木の盾一応じゃあ交換しよう。5%しか耐久減ってないけど。
じゃあこれ投げよう。生肉。魔人ちゃんどこ？おらん。捕まえて落とすやつにやられた魂はなんかある程度、うわ、ある程度法則を持って、やばい、さすがにはまらんような位置に魂を置くようにできてるんかもな。落ちてった。どこ行った？あ、死んだ。すごい射程やな。いて、なに今の。開けた宝箱にと壁に挟まれてダメージ受けたってこと？何？もうほんまに怖いからやめてほしい。もうよくわからんダメージは自分に当たったんか、ブーメランが。そんなアホな。ああ全然わからん。一回倒した敵とも戦いまくってる。よいしょ。ああ不思議な鼻落とした。あーちょっと困るな。どうしよっかな。生肉食うか。だから骨いらんよ。骨になるのはいいんですけど、肉を食って骨を手に入れるのはいいんですけど、装備させるのやめてほしいな。強制的に。アークさん？あ、これや、このスイッチャー。ここで装備枠使ってもらうから。よいしょ。ギリギリ届かんのか。頑張って。あはは無理か。じゃあ使うか、弓矢を。よいしょ、来いや。怖い。ほんまに怖い、あいつ。もうトラウマや。あんなしょぼい死に方したくせに伝説の魔人とか言って画面の右下に表示されてんの腹立つわ。あれ、ここは結局動いてないんやな。ここを動かすスイッチはどこや？こっちから来たか。
やばいやばい、空腹や、空腹なる。よくわからんまま空腹になる。これは何や、これのスイッチどこや。ここはさっき登った、見ていいか。わからん、行ってないのどこや。こっちも行ったな。で倒した。でこの足場が動いてくれんと事件でしょ。スイッチが弓矢で動くか。スイッチあった。ちょっと待って、ぐーっと行って向こうから降りても結局この足場が回ってないから、諦めたやな。どこやスイッチ。回転足場の対岸にあった。やべ、よし。これはありがたい。よく見よう上から。そこに水色の箱があって、こっちから見える範囲には別にスイッチ系のもんはないよね。回転は芝居の体感。こんな分からへんもん。こんなに分からへんもん。これ向こう側にジャンプできるよな。怖いわ。ただこんな辛い時代でも経験値は入ってきてくれてるっていう、このそれだけが救いやわ。それがもう一番やわ。あっかっ、いやもう油まみれはなんやねん結局。もうようわからんの。何をしおしおしとんじゃこいつ。こっち行ってなくない？こっち行ってなくない？あ、確かに行ってないけど、望んでたんと違う。スイッチあれよ、スイッチあれよ、スイッチあれよ。MP が少し回復する。どうでもええな、食べよう。やばい、腹減ってきてる。
ああ、ギリギリまで耐えよう。なんやねん。なんか言えよ。あのスイッチは入れたよね。入れたからあれが回ってんのやろ。よし、お骨が折って、引き返してスイッチを触るかって、どこかにスイッチがあればって言ってて、だからこれは動かせるようになってます。あ、あのとこにある魂が来やがったな。空腹、焼肉行こう。どんぐらい、おお、 80%。いや、もう画面止まるな、マジで。ここで。ここで画面、ああ、大丈夫やった、大丈夫やった。落下ダメージじゃなかった。吹っ飛ばされたから。くっそ、でもきつい。死なんかっただけ。生きてるだけで、生きてるだけで丸儲け。なんて骨持ってんねん、だからよ。だからよ、もうしんどいな、もうここじゃない、やばい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 、空腹になっていってるし、もう、はあ、なんとかしてもらえませんかね、もう。アクさん、アクさん、どうするこれ。あんな落とされ方して、一生懸命仕事してきたのに、あんな、なんかもう僕は芝の上に、やれ乗れや、やれ飛べや言われて、よいしょ、お前じゃない、ああ、かわいい、よし、ふう、あのスイッチは押してるもんな。ああ、やべ、こんといて、よいしょ、これは作動してるでしょ。で、こっちは鍵がないといけないでしょ。あっちが作業スペースやねんな。あそこよ、渡るかな、渡るわ。あのスイッチも作動してるし、ほんまにどこよ、どこ、
さっきのレバースイッチは弓矢で起動できる。起動してないスイッチなんかあった？どっかに。マジで全く分からへん。あれも起動してるでしょ。上下する足場の先、ちょっと待ってよ、これほんま怖いからな。ああよっ、見えへんし、一個先の足場よっ。マジでこれ、ああ、なんてそんなグッて上がってくんねこいつ。ほっ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 、よし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 、よし。あ、ほんまや。そうか、横道にそれたら宝箱。拾えたんや。いや、もう正直そんな余裕がないわ。あそこ怖すぎて。こんな一撃死ばっか、ちらつかされたら。おら。はあ、鍵か、鍵か。多分鍵とかは、あの水色の箱やと思うんだけどな。奥に見えてるやつ、強い。ブーメラン、ブーメランはほんまに強い。もう一個手に入れよう。ちゃうんかい。火炎瓶か。やばいやばい、腹減ってきた。木の実やばいなぁ。あの横の宝箱、ちょっと待ってな、先。ほんまに見落としがないか、ちょっと。ないよね、スイッチ。あれはスイッチ起動してるし。飲むか。顔のカブト、ええやんか。違う、クソ。よし、倒して、倒して、あ、そうかそうか、ここか、ここか、ここであれのスイッチを起動できるかっていうことやね。わあ、簡単なことやった。簡単なことやった。ああ、よかった。よかったよ。あそこに看板立てとけや、あいつ。飛び道具があればスイッチを起動できるのだがっていう看板をよ。
いやでもほんま完全に縛りやんな、飛び道具なかったら。ちょっと待って、人生の子、これ別にいらんか。よし、ああボス部屋の鍵や、ボス部屋の方か。え、あの部屋は、あの部屋、あの休憩地点みたいになってるとこ。ああこれは帰りの一方通行か。じゃああの横道にそれたとこの宝箱取ってみよう。ここが怖いねんな。なんかダッシュジャンプとかないっぽいんよねこれ。ダッシュしててもジャンプの距離変わらん。よし、ほほほ、こっからか。お、鍵来い。うん、あ、危ねボタン間違えた今。これ空中落下中にジャンプをしたらジャンプできるな。ここやね、森の小屋の鍵はよ。まあええわ、帰ろう。まあ、あの足場飛んで帰るの怖いからもうこっちから帰るから。やばいやばい、腹減ってる。一発でボス倒せるかな。ボス行って、違う違う違う、もうやっぱそうやな、もうやっぱそうやわ落ちながらジャンプできるわ。ボス部屋はちょっと待って、飯が、無理かもしれん。食い物事情的に。ただ、いや、腹が減ってる。ること、腹が減りそうだということ以外は万全やね。回復薬も山ほどあるし、だからいける。回復薬あるし、弓、ブーメラン、変な、行ってみるわ。回復アイテムいつでも使えるんでしょう。よし、まあ、鎧も大丈夫でしょう。壊れてないでしょう。
あ、ちょっと違う。あ、これがハクスラ要素ってことか。あー、なるほど。拾ったやつはちょっとランダム値が入ってんねや。属性防御が高い。こっちにしとこう。そういうことか。あ、じゃあこれも。うわー、なんかもう意味わからん。防御が2下がって、あ、なんかもうええんかとか全然わからんな。よし、行こう。よーし、行くぞ。お邪魔しまーす。どんなんよ。うわー、塩持ってきてよかった。うわー、そっちにおるんかい。ちょ、うわー、あー、前転がいる。あ、ジャンプ背中。おしおし、あ、でもいける。あ、食らってる。なにこれ、わからん。いけるよ。ジャンプ。よし。ブーメラン使ってたら、うわ、あった。この突進だけ食らう。ブーメラン使ってたら、あの、あれやわ、ステップになる、前転が。わかった。相手の突進の予兆わかった。これや、今のや。避けた方向が間違ってたけど。勝てる。ピンピンでダッシュ。よし。オッケー。あ、もうわかった。別パターンがなかったら勝てる。よし。これは、分裂。ちょっと待ってくれ。それは見切れん。我慢せえ、空腹は。ピンピンでダッシュ。スタミナがない。一匹ずつ倒す。ただあんまりダッシュしてこんようになったな。大丈夫。うぅ、くそが。落とされるのだけは勘弁して。どれか知らんけど倒せる。あいつ倒せる。こいつ。なんちゃお前ら。やばい、これやばい。やばい。飲む。よし。ちょっと待って。置き攻めがやばい。当たれ。適当でいいから当たれ。ちょっと、ああ、もう。なんて避けんねん、お前みたいなやつが。ちょっと待って、ほんまに待って。ちょっと待って、ほんまに。マジで。ジャンプ。とりあえず投げよう。よし。メッシは我慢せえ、マジでほんま。アホか、こんな時に。食え。飲め。防具が壊れそう。頼む、マジで頼む。マジで頼むから。お手伝いしますから。
家のお手伝いしますから。よしよし、耐えろ耐えろ、頑張れ、マジで頑張れ頑張れ頑張れって。くそ、増えるなって、マジでやばい。よしよしよし、剣で戦うわ。ああ、よし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 、大丈夫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 、勝てる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 、めっちゃレベル上がってる、勝てる勝てる。よし、いけるいけるよ。もう一回飲んどくわ。おおおおおお、ちょっとどけや、くそ、大きい攻めやめて、もう回復薬ないから。ああ怖い、もうええって、もう腹減るとかお腹減るアピールええって、もういっぱい食べるアピールええって、マジで。ああ、かわいないって別に。あれあれあれ、何あれ、何あれ、何、よし、ちょ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 、飲める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 、大丈夫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 、ちょっと待って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 、壁にはまってる。いや、もうやるしかない。どうや、倒した倒した、おっしゃボケー、おっしゃこら、ああお腹すいたお腹すいたお腹すいたぞ。水野も水野も 5%、 よし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 、何やねん、もういらん空き瓶。よし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 よ、帰ろ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 、こっちからこっちから帰れる。うわ怖い、なんでこんな怖いことさすん。よっ、よし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 、はい、おらー、もう気管の瓶、俺はもうダメかもしれない。どうやらダメージを受けすぎたみたいで、腹も減って動けない、体力も限界で、一瞬で戻れる道具があれば。ベイカーベイカーかベイカー、かわいそうなやつよ。いや、しかし水を入れるでしょ、水を飲むでしょ、水を入れるでしょ、水を飲むでしょ、水を入れるでしょ、水を飲むでしょ、水を入れる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 、そして水を飲む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 、これですよ。ベイカー、お前に足りなかったのは一瞬で帰る方法じゃない、お前に必要やったのは空き瓶じゃよ。ああお腹膨れてきたわ。衛生面とかも衛生面とかもえらいことになってると思うけど、知らん知らん。うわ、これじゃよ、お腹いっぱいになってきたわ。
ああ、おいしい。おいしい。よっしゃ。なんとかなったな。よしよし。くんどこくんどこ。ああ、帰ろ帰ろ。機関の何？なんか巻物的なやつ。結局そうですよ。結局ね。生き残ることができたら何でもいいんですよ。これか。瞬時に拠点に戻る便利なアイテム、物質をワープさせる薬という新しいジャンルに挑戦した。当然まだ開発中の新薬なので使用には危険が伴う。飲むのではなく瓶を割ることで複数の液体が化学反応を起こしワープが発生する仕組み。ちょっと何言ってるか全然分からへんな。ああ。この瓶はでも、この気管の薬は後々使えそうやから。もちろん一回しか使えないでしょう。割ることでって言ってるし。俺も水で腹いっぱいにして帰ろう。これは、重要なアイテムや。よし。よし。よっしゃ。どっかしょんべんできるとこないかな。タップタップや。ジャンプボタンこれな。ここで間違うなよ、ボタンを。いやー、死を持ってきとけば。もうちょっと楽に戦えたんやろな。ふぅ、帰ろ帰ろ。やりましたねー。もうギリギリやったねー。ほんまに、ちょっと持ってきすぎかなって思ってたけど、回復薬とか、ぴったしやった。人間としてもギリギリやった。せやね。いやいや、全然。ギリギリのステージやったかもしれんけど、もう俺はあの水で生き延びるという行為に、うん、迷いはなかったよ。1ミリも迷わず、うん、ギリギリのステージ。守るべきものなんて実はそんなにないからね。うん、この道はえ、扉に注ぐ。はあ、いやー、つらかった。つらい戦いやったわ。おじゃこらー、やめろよ。やめて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 、あぶねー。怖い。もうええわ、もう外ぐるって待って帰ろう、もう怖いから。ああ、ちなみにさっきの一連の発言は、ムーブの、イニシャル D の、テーマソングの歌詞から、そのまま引用させていただきました。毒、知るか！落ちんかったら帰れる。
こっちじゃない、危ない危ない。いやー、あー怖かった。あら綺麗なキノコ。落下が怖い。そして直接落下させてくるっていう敵の存在がやばい。ふう、よかった。ああ、よし、はあ、なんとかなったわ。よかったわ、ほんまに、もうほんまによかった、ほんまによかった。うわ、帰ってきたぞ。よーし、試練の墓新しく解放。ああ、寝よう寝よう。ほら犬帰ったぞ。ほら、お帰りなさいますよ、こら。よーしゃ。お、私は、金箔門の前にいる。煉獄石を持ってこい。持ってきてくださいやろ。ただちょっと俺も体調悪いから寝る。少し休んで元気になった。単純やな、こいつ。ちょっと待って。よーし、魔物図鑑に登録しちゃうぞ。スーパー分裂赤クラゲ、魔界クラゲ、あうん、死んだクラーケン、煉獄石を使用した森の長は人の心を忘れ魔物と化した。うわ、もともと人やったんや。肥大人食い神羅クラーケン、巨大な体を使って体当たりを行う。地面に広がる衝撃波を飛ばす。ダメージを受けると分裂する。はあ、恐ろしい。クラゲちゃうんかい。イカか、言われてみればイカなのかもな。え、や、闇怪月族、怪魚族、魔眼族。はあ、ふぅ、よかったよかった。防御アップ、防御アップ、すごいな。壊れる、これ持っていかなあかんのか、これ、これ持っていかなあかん、持っていかんかったらあいつ拗ねるんやろな。あ、クラゲって読むんや。どこやったっけ。こっち。なんじゃこの、この場所。なんやねんここ。どこかわからないんですけど、こっちか。
食いもん。あ、卵や。係の人が入れ替えてくれてるんやな、食べ物を。こっちでええんかな。どこよ。こっちでええんか。ええんか。うん、こっちか。おお、煉獄風命で、で、おうてんの。どこ。おらへんや。あれ、どこ。どこよ。こっちじゃないの。どこよ。おい、どこやねん、おい。ここなんかい。ちゃうんかい。宝箱あるやん。もっと早く来たよかった。ん？上にキノコある。あんなどうやって取るんや。あっちもキノコある。なんなんあれ。うん？ガンガン開くけど大丈夫？こっちで割ってる？え？すごい広い。あ、おるおるおる、おったおった。もう遠いわ。来たよ。お主が元の世界に帰るにはこの門を通る必要がある。手に入れた煉獄石を門に捧げよう。さすれば道は開かれん。ん？ああ、思ってたよりすごい上の方にはめてた。はめたよ。さすがお主だ。これで一つ道は開かれた。残りの煉獄石も頼んだぞ。もっとすごい、もっと褒めてよ。もっと褒めてくれ。ふる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 。おい、うわ、怖っ。穴ある。だいぶ頑張ったぞ、俺は。危な、ここ。なんか、ボス戦がありそうな場所やな、ここ。そのうち。うわぁ。うんうん。いや、あのクラーケンとの戦い、騒ぎすぎて喉が壊れた。いや、大変だ。いや、もう絶対死にたくなかったもん、もう。はあ。なんとか、なんとかなったね。また卵入れてるやん。なんやねん。ふぅ。いやー、ということで。帰ってきてるやん。なんやねん。めっちゃ光ってる。なんかめっちゃ光ってる。何？すごい気持ち悪い。弟子サイズ、お前、俺を解放してくれたのか、ありがとう。俺は弟子サイズ、そこにいる師匠の弟子だ。なんか封じ込められていたみたいだが、お前のおかげで助かったぜ。そうだ、これをあげるよ。何かの役に立つかも。カジノ、やった。
ああ家事代が作れる。余っている骨があったら俺にくれないか。もちろんタダとは言わないぜ。ほうほう。あそこにある扉ってどこのこと言ってんの。よーし、じゃあここを家事台にしましょう。バツン。やった、よし。いやが画質最低に下げたからだいぶぼんやりしてるけど、顔とか。何時間、8時間。うわあ、8時間の激闘の末、なんとかインフェルノクライマー一面クリアすることができました。見た目とは裏腹に、なんかあれやね、ものすごいゲームやねこれ。あー疲れた。来月出る製品版ではステージ5つなんかあるそうなので、いやーすげえなコツコツやっていくのが好きな人にはなんかいいゲームなんじゃないかなって感じでしたね。いやー、一時はどうなることかと思いましたけども、なんとかなった。うん。興味を持たれた方は、調べてみるのもいいんじゃないでしょうか。うん。今ならまだ安く買えるみたいなんでね。はぁ、あ。さすがに疲れましたので、喉も壊れたし。そろそろ終わりにしたいと思います。これやるの今日で最後かな、どうかな、どうかな、ちょっとわかんないですね。他にもいろいろやることあるしね。うん、まあ続きはぜひご自身の手でみたいな方が綺麗かもしれないですね。ああちょっと しんどいもんね、あのコツコツ頑張っていくところを全て配信するのが。ひっそりあの自分だけでやるゲームかもしれん。でも面白いゲームですね。ではでは、長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。また次の、あのゲーム配信でお会いしましょう。お疲れ様です。